2018年度第二自然気候実施技能試験公表問題伏線図解説の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回は公表問題ナンバー12の伏線図の解説をしたいと思います。この問題の特徴は PF 管を使用するところにあります。ですのでナンバー11と同じように伏線図を書くにあたってはさほど影響はありません。PF 管を使用する以外のポイントについては、イのスイッチでイの負荷を、ロのスイッチでロの負荷をということですので、構成は非常に基本的な構成になっております。それでは、施工条件を確認していきましょう。1番の配線及び器具の配置は図に従って行うこと。アウトレットボックスは、空いている穴だけを使用してくださいというふうに記載されております。電線の色別については、通常通り設置側電線はすべて白、電源からスイッチコンセントまでの非設置側電線はすべて黒です。極性のある器具、引っ掛けシーリング、ランプレセプタクル、コンセントについてはちゃんと極性を守って接続しましょう。4番の接続部分の、接続部分の接続方法は重要であります。今回は A は差し込み、B はリングとなっておりますので、単線図の方にちゃんと書き込んでおきましょう。A が差し込み、B がリングです。電線回用ボックスコネクタはジョイントボックス側に取り付けると。そしてスイッチボックス側への取り付けは省略になっています。またこの問題についても本来連用枠は2つ必要ですが、指定として片切りスイッチ、タンブラスイッチとコンセントの部分に使用することと記載されておりますので、作業の際は注意していただきたいと思います。それでは、伏線図を書いてみたいと思います。まずは設置の白、設置の白についてはまず電源から来てスイッチコンセントのコンセントに行く白と、そして照明器具には AB 間の渡りを通ってそれぞれ接続ということになります。ここがリングというふうになっております。続いて、電源の黒についてはスイッチコンセントの、黒線と、あと E のスイッチからの黒線ということで接続になります。これもリングです。あとは残りの線を接続ということで、同じ文字同士、まず E のスイッチからの白と、この渡り線 AB 間の送り線、これは黒赤どちらでも構いません。今回は、黒と白というふうに接続していきたいと思います。それぞれ B が、リングスリーブ、 A は差し込み型コネクタという指定になっております。最後は、B の方では赤赤を接続と。A の部分では赤黒を接続と。これで、全て完成になります。あとは PF 管は実際に作業の時に忘れずに取り付けるようにいたしましょう。今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。